南海高篠浜線代行バス車窓動画。羽衣駅から高篠浜駅まで停車駅表示付き車窓動画。うさみるちゃんのうさみるチャンネル。こんにちは、ナビゲーターのアンです。今日は南海電車羽衣駅に来ています。今回は羽衣駅から南海高篠浜線に乗って高篠浜駅へ向かいます。高篠浜線は2021年5月から約3年間の予定で、羽衣駅の高架化工事のため代行バスで運転されています。代行バスに乗車する前に中間改札で下車駅までの運賃を精算します。羽衣駅の高架下に仮設された高篠浜線代行バス乗り場から乗車します。IC カード読み取り機は使用できなくなっていました。ここからは画面下の副音声テロップでご案内します。
明石の浜駅代行バス停に到着。回送バスを見送ります。今回の代行バスの旅、いかがだったでしょうか。鉄道だとすぐに高篠浜駅まで行けるところ、バスは迂回して高篠浜代行駅まで向かうため、結構時間がかかってしまいました。そもそも羽衣駅でも駅本体から少し歩かないといけないので、そのあたりも不便になっています。またキャラ橋駅も高篠浜駅も駅前にバス停がないため、このあたりも不便な感じです。まあ代行駅の方が近い人もいるだろうけど、このあと帰りの羽衣行きの代行バスの車窓動画も撮影しました。後日公開予定なので、ぜひチャンネル登録と通知をオンにして待っててね。また旅動画形式の動画は女子鉄マホロのチャンネルで公開します。こちらもぜひ登録してね。ご案内はナビゲーターのアンでした。幻の女子鉄マホロ、ついに YouTube チャンネル始動。女子鉄マホロの鉄道旅、みんなチャンネル登録してね。マホロからのお願いだよ。